当たり7800、当たり7800プロシステムあるいは当たり7800は1984年に当たりから1986年5月に当たりコープから発売された家庭用ゲーム機。当たり7800は当たりの失敗作とも言える当たり5200にとって変わり、そして任天堂やセガに対して再び優位に立つために設計された。このシステムで 当たりは、当たり5200の欠点の解消に取り組んだ。当たり7800にはシンプルなデジタルジョイスティックが付いており、当たり2600と、ほぼ完全な広報互換性を持ち、手頃な値段、当初の価格は 140US ドルで手に入れることができた。当時、家庭用ゲーム市場で成功するには、業務用ゲームの移植が重要であるとされてきており、当たり2600が、 インテレビジョンといった他社製品に対して優位に立てたのもそのためだった。あたり7800開発時、任天堂の議論の的になるやり方のために、アーケードゲームの開発者たちに7800向けに移植してもらうのに苦労したと言われる。任天堂がゲーム業界を再活性化させた際、ゲームの開発者たちは、任天堂のハード向けソフトを作ってから2年間は、 他社の競合するハード向けの移植を行わないといった厳しいルールを守った上で、ライセンス契約をニンテンドーと結ぶことで初めてファミコン用ソフトを作ることができるようになった。ニンテンドーが市場で成功したことにより、ソフト開発会社はファミコン向けのソフトの制作を優先させ、2年間は他社ハード向けの移植を行わないというルールを守った。 その結果として7800やセガマスターシステムのソフトのラインナップは大きな損害を被った。ファミコン用ソフトの中には別のアーケードゲームの開発元から許諾を得た上で製造されたところもあった。ファミコン用ソフトの製造元は他社機種への移植が制限されているが元のアーケードゲームの開発者は複数の機種への移植が禁止されているわけではなかった。 この盲点を利用し、7800版、マリオブラザーズ、ダブルドラゴン、戦場の狼、と、スパルタン X の許諾が取れ、開発に至った。ソフトウェア会社は、ファミコン用ソフトを開発する際、ニンテンドーと、独占的協定をしていたため、当たり7800用ソフトを開発する、サードパーティーの会社は少数派だった。のソフトが開発、販売され、 アブソリュートエンターテインメント、アクティビジョン、フラゴの3社は自社ブランドとして8つのソフトを発売し、残りは当たりが外注し、当たりのゲームソフトとして売り出された。アたり7800はアメリカ合衆国では1984年から1991年まで、ヨーロッパでは1987年から1991年まで発売された。 1992年1月1日、当たりコープは、アたり7800、ザアたり2600及び、8ビットコンピュータのシリーズ、アたりゼックスの製造を終了することを発表した。この時点で、北米における、ニンテンドーのファミリーコンピュータのシェアは80%と、独占状態だったのに対し、当たりコープのシェアはわずか12%だった。このように、任天堂のファミコンに、 売上の面で負けていたものの、アタリコープは、ブランド名や2600との広報互換性が大きく、働いたことでこのゲーム機が売れたと考えており、実際ゲーム開発やマーケティングの費用を低く抑えたおかげで大きな利益を得た。だが、7800によって、アタリがゲーム市場を再び独占することはできなかった。2004年、アタリ、現在はインフォグラムズが所有は、 初めて復刻版を出した。この復刻版は、あたり7800とそのジョイスティックを模したミニチュアで、ソフト7800用を5本、2600用を20本が内蔵されていた。売り上げは好調だった一方、あたりは開発を担当したレガシーエンジニアリングに、極端に短い期間での開発を要求したため、同社はあたり7800のハードウェアを再現するのではなく、 ネスオン A チップを使って復刻版を作らなければならなかった。その結果、復刻版は実際のあたりのゲーム感覚をうまく再現できて、いないとして批判された。レガシーエンジニアリングは後に別の7800に関する事業を委託されたが、市場販売には至らなかった。何百万もあるあたり2600.7800用ゲームソフトの売れ残りを トラミルズから手に入れたある再販業者が古いあたりのソフトで遊ぶ新しいユーザー向けにシステムをリメイクして市場に売り出そうした。しかし、プロトタイプができた後、その計画は打ち切りになった。あたり7800のグラフィックはマリア。この名前はあたり2600に用いられている映像、音声チップチアを継承するチップであることを示すために付けられたもので。 ィアマリアとかけていると呼ばれるカスタムグラフィックスプロセッシングユニットによって生み出されている。あたり7800のグラフィックにおける利点と欠点はしばしば論争になる。マリアは他の第2、第3世代のゲーム機と違い、ゲームのプログラマーにとって対応の難しいものだった。マリアは限られた数のスプライトをハードウェアで動かすのではなく、 ディスプレイリストに書かれた多くのスプライトを動かせるようになっていた。すべてのリストにはグラフィックデータや色彩情報、座標位置を指示する装置の入ったスプライトがあった。同じディスプレイリストには自動的に適用する指示装置の入ったラスターのために使われていた。しかし、多量のスプライトを操作すると直接,間接関節かかわらず、マリアが CPU を止めるため、スプライトや背景を ハードウェアで処理する時よりも多くの CPU タイムを用してしまった。マリアには160もしくは320ピクセル幅に対応したグラフィックモードがあった。320ピクセル幅のモードを使えば、理論上は Nintendo Entertainment System やセガマスターシステムに用いられている256ピクセル幅のものより高い解像度のゲームを作ることもできたが、 マリアの処理需要が激しく、一般には低い方の160ピクセルモードが使用された。あたり7800や、それに近いあたりのゲーム機は、当時は最も広いとされた256色パレットを使用していた。このうち同時発色できるのは25色までであったが、ハードウェアを特殊な方法で制御することにより、256色が、 同時に、スクリーン上に出ているように見せているデモも存在した。スプライトには4から12色が設定できた。あたり7800の世代において、マリアが採用したソフトウェアでグラフィックを処理するという手法には、利点と欠点の両方があった。7800は、他の8ビット機で問題となっていたスクリーンの、ちらつきもなく、静止画像で多数のスプライトを動かすことができた。 柔軟な設計により、ディスプレイリストの操作で、疑似 3D 効果を出ことも可能で、ボールブレイザーや F-18 フォーネッツといったソフトでこの手法が用いられた。一方で、スーパーマリオブラザーズのような横スクロールのゲームを作成するのは、このシステでも可能ではあったが、1990年にリリースされたスクラップヤードドッグが恒例、ニンテンドエンターテインメントシステムといった。 タイルベースのシステムに比べて、開発は著しく困難なものとなった。あたり7800は2チャンネル高カウント音楽を供給するために、チアを使用している。この結果、7800の音響機能は1977年発売のあたり 2600VCS とほぼ同等となっており、この点は批判の対象となっている。2600の部品であるチアの搭載は、 旧機種との互換性維持のために必要ではあったが、一方で7800の製造費用を押し上げ、マザーボード上の空きスペースを減らす結果を招いた。この影響で7800はサウンド再生用に特別なハードウェアを持たず、グラフィックスと一緒に処理するようになっている。このような状況からサウンド再生用ハードウェアは7800の最も弱い部分だとみなされている。 弱点を克服するために7800の設計を担当した GCC 社のエンジニアたちは7800用カートリッジ中に音質を向上させるポキ、オーディオチップを埋め込むことができるようにした。GCC はソフトウェア開発者が安価でチアよりはマシなサウンドを作り出すことができるよう、同様にカートリッジに組み込むことによりサウンド機能をさらに向上させることができる。 低価格で高性能のサウンドチップガンビの開発を予定していたが、当たりがジャック・トラミエルに買収された時、計画は立ち消えになった。カートリッジの中にサウンドチップを追加することができたのに、ポキを搭載した、あたり7800用ソフトは少ない。1987年に発売されたボールブレイザーは、すべての音楽や効果音をポキでまかな。 1989年にリリースされた戦場の狼は音や音楽を全部で6チャンネル出力し、そのうち音楽をポキで効果音をチアでまかなった。あたり2600用に販売され、物議を醸したアダルトソフト、カスターの逆襲についての議論を受け、あたりはグラフィックス機能が向上したマリアを搭載した7800では、 こうしたわいせつな外がさらに増えてしまうことを懸念し、デジタル署名を使ったプロテクション機能を7800に盛り込み、当たり飛行人のソフトが動作しないようにした。カートリッジを7800に差し込むと、7800に内蔵されたバイオスがカートリッジロムからデジタル署名を生成し、カートリッジロムに記録されている署名と称号する。もし正しい署名が見つかれば、 7800は、マリアなど7800特有の機能が動作する7800モードで動作し、署名が見つからない場合には、旧来の2600モードで動作し、マリアへのアクセスはできなくなる。北米で販売された7800向けゲームにはすべて、当たりによるデジタル署名がなされたが、パル 7800S ではこのデジタル署名機能は、輸出制限のために省かれてり、2600、 ヨーカートリジの判定には様々な手段を組み合わせて対処していた。ニンテンドーやセガと違って当たりは7800に多くの付属品が付くことを望まなかった。最も知られた付属品は G ゲームシステムの同梱品であった XG-1 光線銃型コントローラである。このコントローラは7800とも完全な互換性を持っており、 当たりの他のハードウェアを持っている人に向けて別売もされた。当たりは光線銃を使ったゲームとしてエイリアンブリゲイド、クロスボウ、メルトダウン、バーニハードブラスターの4本を7800向けに販売した。当たり7800のプロラインのコントローラにおける人間工学上の問題に対する批判を受け、当たりはヨーロッパ版7800用ジョイパッド。このジョイパッドは 任天堂やセガのゲームコントローラーに似る。をリリースした。あたり7800用ゲームソフトは、開発の段階ではたくさんあったが、実際に発売されたのは、あまり多くなく、稀にプロトタイプがあっても製造、販売に至らなかったソフトもあった。これらのプロトタイプは、コレクター間で人気があり、何百ドルもの値がつくことが多い。他にもスコヨーフォックス、 オリジナルシステムボックスの背景が公開されていたや、アレクトロカープ、アートワークが未公開のままといったゲームソフトが開発された形跡はあるものの、現時点では見つからないままである。2009年6月11日、ウェブサイトあたりミュージアムは、カリフォルニア州、サニービルにあるあたりの本社の後ろにある大型のゴミ箱から、あたり ST 向けの開発ツールや OS の他に、 7800向けソフトのソースコード13点が発見されたことを報じた。そして、戦場の狼、クロスボウ、デザートファルコン、リグダグ、ギャラが、ミズ・パックマン、スーパースタントサイクル、ローボトロン2084、ゼビウスのソースコードはアセンブリ言語の中がついた状態で公開された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。